成田空港では2029年3月に3本目の滑走路の完成が予定されていて、成田空港会社はこれまで9回にわたり県や周辺市町、有識者などを交えた会合を開いて空港の機能強化に向けた検討を重ねてきました。成田空港会社の田村明彦社長は今日国土交通省を訪れ、3つあるターミナルの集約化に加え鉄道駅の新設や貨物施設の整備などの方針を取りまとめた新しい成田空港構想を国土交通省平岡重則航空局長に手渡しました。平岡局長は国として一緒に取り組んでいきたいと述べました。成田空港会社は今後関係者と実務的な調整を進め構想の実現を図っていきたいとしています。かなりまあいろいろな角度からいろいろな分野の課題についてですね、深い議論ができたというふうに思っておりますし、そういう意味では取りまとめの中身というのは恥ずかしくないものになっているというふうに思います。よくご相談をしてできるだけ早い時期にそういうものが設けられるように我々としては働きかけていきたいというふうに思います。